番組ナビゲーターの中村美香です。インスタントラーメン、お寿司と同様、今や世界中に知られた日本が誇る食文化の一つです。世界初のインスタントラーメンであるチキンラーメン、それはクリエイティブな発想と最後まで諦めない執念から誕生しました。本日ご紹介する企業は、チキンラーメンとカップヌードルでおなじみのファイルナンバー38、日清食品ホールディングス株式会社。インスタントヌードル業界のトップに立つ企業が、横浜みなとみらいにカップヌードルミュージアムをグランドオープンしました。そこに込められた企業の思いとは。2011年9月17日、横浜みなとみらいにグランドオープンしたカップヌードルミュージアム。正式名称は安藤桃福発明記念館。インスタントラーメンにまつわるさまざまな展示や体験工房を通じて、発明発見の大切さを学び、想像力や探究心を育むことができる体験型ミュージアムだ。オープン当日は大勢の子どもたちが訪れ、オリジナルヌードル作りなどを楽しんだ。ここはですね、正式には安藤桃福発明記念館というんですけれども、日清食品の創業者の安藤桃福の、功績を検証するという施設なんですけども、安藤桃福っていう方は小さい頃から大変苦労なさって、それでいろんな会社を起こしたベンチャー精神にあふれた方なんですね。それと、48歳になってから世界初のインスタントラーメンですね、チキンラーメンを開発されて、あといろんな発明発見を重ねられた、そういう方ですので、ご本人もですね、ぜひ日本の子どもたちに発明発見の面白さを、伝えたいとおっしゃってましたので、そういう目的の施設なんです。で、安藤桃福発明記念館という名前ですと大変堅苦しいですので、一般的によくご存知のカップヌードルミュージアムという名前にして、オープンいたしました。みなとみらい21新興地区、横浜ワールドポーターズの海側にカップヌードル販売40周年を記念して建設された地上5階建てのカップヌードルミュージアム。どのような思いで横浜に設立したのかを聞いてみた。実は大阪の池田市にですね、同じような発明記念館というのをすでに作っておりますけども、ここは池田市というのは安藤桃福がチキンラーメンを発明された、そういう聖地のような土地ですので、ぜひ記念館がいるというので作ったんですが、大阪にあるものですから西日本の人が中心でですね、なかなかお客様が全国的に広がらないというん でぜひ首都圏の人にも来てほしいというので、もう一つは、横浜という土地は世界に開かれた港町ですので、海外の人からもぜひ来てほしいということで、この横浜の土地にですね、第二の発明記念館を建設したと、そういうことです。館内にはカップヌードルに関するさまざまな施設がある。展示施設だけでなく、自分自身で体験する体験工房も用意されているという。体験工房とは一体どのような施設なのであろうか、そして他にはどのような施設があるのだろうか。まずは壁面展示施設がある安藤桃福ヒストリーについて聞いてみた。ここは壁面展示なんですが、安藤桃福ヒストリーというコーナーなんです。で、安藤桃福っていう人は96歳でお亡くなりになるまで随分長生きされたんですけど、それの人生のですね、いろんなエピソード、それとチキンラーメンの発明、カップヌードルの発明、それと、最後にはスペースラムっていう宇宙食まで発明されたんですが、それのいろんな発明の動機とかですね、どうしてそういう発明がなされたかみたいなことが詳しく展示されておりまして、面白いのはその時々のですね、時代背景が描かれているということと、あとそれぞれで安藤桃福が話された言葉がね、語録ですけれども、そういうものが散りばめられたり、読んでいただくとですね、なかなかこの壁面展示って、じっくり読むのは大変なんですけども、しかし時間かけて見ていただきますとですね、大変味わいのある面白い展示になっていると思うんですね。特にここで見ていただきたいのは、48歳、ずいぶん遅くなってからインスタントラーメン発明されたんですね、チキンラーメン。
それでカップヌードルはですね61歳なんですよ。で宇宙食に至ってはですね95歳の時に発明されたということで、まあ、安藤桃福は人生に遅すぎることはない、まあ、常にそうおっしゃってたんですけどね、まあ、そういう考え方がよく伝わるんじゃないかなというふうに思ってます。1958年世界初のインスタントラーメンチキンラーメンが誕生。魔法のラーメンとも呼ばれ、その後たった半世紀で世界的な食文化へと発展していく。それは創業者の裏庭に建てられた小さな小屋で誕生したという。その誕生の原点となる安藤桃福の研究小屋が当時の姿をそのままに再現され展示されている。そこに込められた思いとは。ここは安藤桃福が48歳で無一文になりましてね、再起をかけて大阪府池田市にございました自宅のですね裏庭にこういう小屋を建てて、で1年間研究に没頭した、その小屋を当時のまま再現したものなんですね。で、まあ、当時はですね朝から晩まで小麦粉をこねては伸ばしこねては伸ばし油で揚げてですね、まあ、失敗を繰り返しましてね、まあ、試行錯誤の末に、まあ、1年後に完成するんですけども、でこの小屋はですね何が言いたいかと言いますと、どうしてこんな汚い小屋を見せるんだという話もあるんですが、まあ、発明や発見ですね、そういうものは大きな施設とかですねたくさんの人とかお金がなくても、アイデアさえあればですねこういう小さな小屋でも生まれるんだよということを、まあ、子どもたちに伝えたいというそういう思いを、まあ、具体化しているわけですね。で実はこの中のカレンダーございましてね、1958年の3月になってます。で時計はですね朝の6時半に止まっております。でこれ何かと言いますと、1年間研究した後ですね1958年の3月にほぼですねチキンラーメン完成しまして、大変満足してですね徹夜の仕事の後朝6時半にこの小屋を離れて母屋へ戻ってですね床に着いたという、まさにその瞬間を再現したというコンセプトになっております。入り口から一歩入ると壁一面に展示されたたくさんのインスタントラーメンに驚かされる。インスタントラーメンヒストリーキューブにはチキンラーメンから始まり現在販売されている製品まで合計およそ3000点が展示されている。ここはインスタントラーメンヒストリーキューブといいまして、まあ、チキンラーメンから始まりましたインスタントラーメンの歴史をですね、パッケージで展示しているコーナーなんですね。で日清食品のほぼ全商品1200点ございますが、それとナウオンセールといいまして現在国内で発売している商品、それと海外の商品ですね他社も含めまして合計約3000点がですねここに展示してございます。でご承知のようにインスタントラーメンって派手な華やかなパッケージが多いものですから、こうして集めますとですね結構賑やかな楽しいアーティスティックなですね展示になったなというふうに思ってます。それと決して成功した商品だけじゃなくてあまり売れなかった商品のパッケージも展示しておりましてね、まあ、あの時こういうのあったな、こんな味だったなと、まあ、そういうことも楽しみながら見ていただくと嬉しいなというふうに思います。では創業者安藤桃福とはどのような人物であったのであろうか。そのヒントは彼が残した4つの言葉にあるという。まあ、ここに立っておりますのが安藤桃福なんですけれども、実は安藤桃福はですね、いろんな漢字のですね8文字って我々言っておりますけども、まあ、いわゆる漢文なんですけども、それを自分の筆でですねまとめるのが大変得意な方で、実は毎年ですね年頭になると年頭書簡をですねここにございますような8文字にまとめて、で色紙として書くわけですね。でそれを全社員に配ってですね、まあ、今年1年間こういう気持ちで頑張りなさいというような年頭をテーゼと言っておりますけど、そういうものを書いておりました。でその中からですね実はこの銅像の後ろにございます4つの4文字がございますが、
これにつきましてはですね、今日清食品の創業者理念としてですね、全社員が大切にして継承している言葉なんですね。でその言葉は美健健食、それと食即成兵ですね、それと食創異性、食異性食という、まあ、この4つの言葉なんですけど、これは特に大切な言葉として我々は会社として継承しているということです。この施設のメインコンセプトはクリエイティブシンキング、つまり創造的思考である。創業者はあふれる好奇心とクリエイティブな発想から大胆なアイデアを次々と実現した。クリエイティブシンキングボックスには創業者の発想の原点となる6つのキーワードをもとに6つのボックスが用意されている。一体そのキーワードとは。ここはクリエイティブシンキングボックスというんですが、このミュージアム全体がですね、安藤桃福のクリエイティブな発想といいますか、クリエイティブな思考ですね、そういうものを子どもたちに伝えたいというのが目的なんですけども、特にここがメインテーマでして、安藤桃福っていう人はですね、もう若い頃から好奇心が旺盛でいろんな新しいことにチャレンジされたんですね。で特にそこで常々おっしゃってたのが、発明発見というのはそんなものすごい大それた発想じゃなくて、自分の身の回りにあるね、やはり身近なところにヒントがあるんだよということを申しておりまして、特にご自身がインスタントラーメンを発明されたきっかけというのもですね、奥さんがたまたま台所で天ぷらを揚げているのをご覧になって、余熱乾燥法っていう乾燥法を発見されたんです、まあ、そういうご自身の発見の動機もありまして、このシンキングボックスではですね、創造的な発想、発明発見というのはもう身の回りにいくらでもそういうアイデアはヒントはあるんだということを言うために展開しているコーナーなんです。でそのクリエイティブシンキングをですね、持っていろんな発明発見をするのに、必要な力ですね、考え方を6つのコーナーに分けて紹介しております。まず1つはですね、世の中にはないけれどもこれがあったら便利だろうなというようなものを探す、まだないものを見つけるというのが1つですね。それから2番目はですね、何でも申しておりますが、何でもヒントにするということですね。でアイデアのヒントというのは身の回りにいくらでも転がっているよということです。それと3番目がアイデアを育てるというんですが、これはですね、自分が考えた発明発見を独り占めしないでですね、できるだけみんなさんに公表して、具体的に申しますと、安藤桃福がインスタントラーメンを発明して特許を取ったんですが、自分一人がこの特許を独り占めしてですね、自分の日清食品だけが大きくなってもこれはこの業界の発展にはつながらないだろうというので、実はこれを公開してですね、広く業界に公表したということで、今世界でもですね、952億食年間食べられるような大きな世界食に広がったんですね。だからアイデアは独り占めしないで、できるだけ公表してみんなで一緒に育てようよというのが、この3番目のアイデアを育てるという、こういう言葉ですね。それから4番目はですね、物事を見るのに同じ視点からだけ見ないで、縦から見たり斜めから横からですね、角度を変えていろんな視点を発見すると新しいものが見えてくるよということを言っております。4番目、縦横を斜めから見るというですね。で5番目がですね、常識にとらわれてはダメだよということですね。だから今身近な生活の中でこれが当たり前と思っているようなことをまず疑いましょうと。今日の常識は明日の非常識というのをよく安藤桃福申しておりましたけど、そういうことですね、常識にとらわれないように。で最後の、6つ目ですね、これはもうよく言われます、決して諦めるなと、 Never give up ということですね、過去の発明発見者はみんなこの執念で、新しい発明を成し遂げているということを言っております。でこの6つのキーワードがですね、このシンキングボックスで展開されておりまして、どうかこれご覧になりましたらですね、ぜひ、あなた自身の発明発見のヒントをですね、探していただけたらなというふうに思います。見て触って遊んで食べて楽しみながら
発明発見のヒントを学び取り、子どもたち一人一人が自分だけのクリエイティブシンキングを見つけてほしい。その思いから3階には体験工房も用意されている。マイカップヌードルファクトリーとチキンラーメンファクトリーである。では実際にどのようなことを体験できるのであろうか。こちらはですね、マイカップヌードルファクトリーと申しまして、世界でたった一つのカップヌードルを作っていただける、そういった体験工房になっております。まず自動販売機でですね、カップをご購入いただきます。1食300円で、ご購入いただいた後はですね、イラストテーブルという場所でですね、このカップヌードルのカップにお好きなイラスト、メッセージなんかを書いていただきます。カップのデザインが終わりましたら、こちらのカウンターにお持ちいただきまして、カップの中に麺を詰めます。カップヌードルの特徴なんですけれども、カップの中に麺を入れるのではなくてですね、麺にカップをかぶせる、これを我々は逆転の発想というふうに言ってるんですけれども、こうすることによってですね、カップの中に麺がですね、百発百中で入る、これをですね、皆さんにハンドルを回していただくことによって体験していただけるような場所になっています。今度は4種類のスープの中からお一つ、あと12種類の具材の中から4つですね、お好きな具材を選んでいただきます。その組み合わせはですね、全部で5460通りございますので、もう本当にお好みで、自分好みのカップヌードル、世界に一つだけのカップヌードルがお作りいただけるということになっております。こちらはチキンラーメンファクトリーというふうに申しまして、チキンラーメンをですね、粉から皆さんの手で、手作りしていただける、そんな体験工房になっております。大阪の池田市にも同様の施設がありまして、そちらでも大変人気なんですけれども、今回横浜にもですね、規模を倍にして、皆さんに体験していただけるようにということでこの施設を作りました。現在ですね、3ヶ月先まで、ご予約受け付けておるんですけれども、週末ですとか祝日に関してはですね、もう予約がいっぱいになっている、そういった人気の施設でございます。その工程とは、まず麺に味をつける、次に麺を油で乾燥させる瞬間油熱乾燥法、保存性と乾麺性の2つの大きな技術的課題をクリアした画期的な麺の乾燥法である。油で揚げた麺を冷まして袋に詰めると完成である。世界初のインスタントラーメンの原点を体験できる。カップヌードルとチキンラーメン作りを楽しんだ後は、今度は自分自身がカップヌードルの麺となり、製麺から出荷されるまでの一連の製造工程を全身で体験できるカップヌードルパークが4階にある。こちらはですね、カップヌードルパークというふうに申しましてですね、カップヌードルの製造工場をですね、デフォルメしたような室内アスレチック施設なんですけれども、ここではですね、子どもたちにですね、自分が麺になっていただいて、実際にカップヌードルの生産工程をですね、体感をしていただこうと、そういう目的を持った施設になっております。そしてパークの隣には、世界各国のさまざまな麺を実際に味わうことのできるフードアトラクションもある。こちらはですね、ヌードルバザールというコーナーになるんですけれども、こちらではですね、かつて安藤百福がですね、麺のルーツを求めて世界中を旅したんですけれども、その時に出会った世界8カ国8種類の、麺をですね、味わっていただくことができます。ヌードルバザールの中はですね、アジアのナイトマーケットをイメージしたような、そんな空間になっています。世界各国のですね、珍しい麺料理を食べていただけるだけでなくてですね、どっかアジアのマーケットにですね、アジアの国に旅行したかのような、そんな気分も味わっていただける、そういったイメージ作りをしております。1階にはオリジナルグッズを販売しているカップヌードルミュージアムショップがある。こちらはですね、ミュージアムショップです。カップヌードルミュージアムのオリジナルグッズはもちろんですけれども、日清食品のチキンラーメン、どん兵衛といったですね、ブランドのグッズですとか、あるいは地方限定の商品、その場所でしか買えない商品を詰め合わせにしたようなですね、ご当地麺セット、そういったような商品も販売しております。安藤百福氏の企業は野中の一本杉であるより森として発展する方がいいと、自らの利益のみを顧みることのない姿勢が、日本で生まれたインスタントラーメンを世界的な産業にまで拡大させたのである。今や世界で年間954億食食べられているという
巨大なインスタント麺市場、日清食品グループの今後の展開について聞いてみたい。私どもですね、日清食品グループではですね、これからの目標として、ブランディングコーポレーションというキーワードを掲げております。これはですね、ナンバーワンブランドの集合体であるグループ、食のグループを目指そうということで、ブランディングコーポレーションというキーワードを掲げているんですけれども、そのためにですね、これまで培ってきた、技術力、あとマーケティング力ですね、このイノベーションとマーケティングというのを両軸にですね、これからも美味しいのはもちろんですけれども、皆さんに楽しんでもらえる、あるいはワクワクしてもらえるような、そんな食をですね、皆さんにお届けしようというふうに思っております。またですね、特に海外もこれから非常に重要な課題になっております。日本国内はですね、市場、即席麺の市場というのはほぼ頭打ちの状況ですけれども、即席麺、海外の即席麺市場はですね、数年内に約1000億の巨大な市場になるというふうに見込まれております。我々にとってもですね、そういった大きな市場というのがですね、これからチャレンジしていく大きな課題なのかなというふうに思っております。最後に CSR 活動になりますけれども、私ども2008年にですね、ホールディングス制、持ち株会社制へと移行したんですけれども、その時を契機にですね、今後50年間にわたってですね、100個の社会貢献活動をやっていこうということでプロジェクトを進めております。現在はすでに7つのプロジェクトが動いておりますけれども、今後もですね、引き続きこういった CSR 活動にも積極的に取り込んでいきたいなというふうに考えております。社長職を息子安藤幸喜氏に譲り、会長職に就いた桃福氏は初心再出を掲げた。日常に慣れ安易に日々を送っていないか、ゼロから出発した原点に立つこと、順調な時こそ慢心やおごりを戒め、育てていただいた消費者に報いよ、世界の食文化の発展に貢献せよ、これこそが桃福氏の魂であり、その原点が自宅の裏に建てた小さな研究小屋であった。